僕調べ、もう毎日のように県議会議員やその関係者から告発が来るんですけど、まあ、昨日も、まあ、あるこれは自民党の県議会議員がわけのわからん文書を作ってまして、はい、聞けた、あ、聞いた、あ、なんとか新人さん、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと頑張って復旧させて。自民党の県議会議員の人が10月30日付で未だにおねだりがあったとかパワハラしてたって文書を作って送ってるんですよ。って話ですよね。で、おととい自民党のここのトップの末永先生と末永参議院議員ですね、たまたま国会で会ったから聞いたらやっぱり同じ認識だったんですよ。いまだに自民党のおじいちゃんたちは、おじいちゃん議員はパワハラがあった、お値段もあった、そして斉藤さんが不正なお金をパレードで受け取った、そしてパーティー券を圧力で買わせたというデマを未だ信用してるようです。ですよね。で、ちょっと音声また聞いてください、証拠のこれ、はい、公明市の、まあ、自民党のね、兵庫県議会議員の永瀬武史さんという神戸市東七区の自民党の議員さん、これね、内部通報とかじゃなくて自ら YouTube で自爆ってますので、ちょっと聞いてください。しかし、この9月19日議会初日の前夜、非常に強いマスコミからの圧力というものに議会そのものが取らされて、これに抗うことができず、現実にこういう意見が出たんですよ。議員総会で、12月か本当今回の道ではないのかという話が出たときに、じゃあ高井さんから不信任案の動議が出たとき、反対できるのか、反対をしたときにどうやって世間に説明をするのか、自民党が反対したから不信任案が潰れたと言われるんだぞと言われてしまうと、私ももうそれ以上言葉が出ませんでした。まあ、そういう形でこの不信任案可決は不本意ながらも9月19日の9月定例会の初日に可決をしてしまったというところでございます。今日は聞きました、もうちょっとこっち行ってもらえます、自民党の先生がマスコミの圧力に負けて百条委員会の結論が出る12月までに、まで待てず、不本意ながら不信任案、知事の不信任案、つまり12月まで待つのが筋だと分かっていながらマスコミに負けてしまって、そして野党からね、先に不信任案出されて、自民党がこれ斉藤さんかばうのか、そんなことになったら、先般行われた衆議院総選挙で自民党が負けてしまうから賛成せざるを得なかったというか、不信任案を出すしかなかったって自ら自爆ってるんですよ、これ。で、僕この人大丈夫かなと思って、この人大丈夫ですかね、こんなこと言って、アホですかって他の県議会議員に聞いたら、はい、アホですって感じます。いや、もう相手してる人がレベルが低すぎるんですよ。百条委員会の中身は喋っちゃいけないって言っときながら、この人喋ってるんですよ。しかも全く逆の方を言ってるんですよ。要は知事が汚いお金をもらったとか、
知事が無理やりパワハラのように選挙資金パーティーのパーティー券を売ったと。いやそれお前言ったあかんやろ、しかもそれ嘘や。でマスコミに脅迫されて知事を辞めさせるしかなかったんです。僕はいじめられたんです。自民党はマスコミには勝てないから、だから知事を辞めさせたんですって平気で YouTube で言ってるんです。5日前のことですけど、僕発見しました。この兵庫県に来てね、僕この県議会議員の人たちの情報をいっぱい漁っていったんですが、あまりにもアホっていうの、一般の皆さんのレベルよりも下なんですよ。まず事実っていうのがあるんですね。事実っていうのは複数存在するんですよ。不倫をしたか不倫をしてないか、その中に当然真実は一つですから、複数の事実の中から真実を見つけ出す能力がまず必要なんですよね。で見つけた真実を法に照らしてね、違法かどうか、違法ではないにしても道徳的責任があるかどうかを判断するのが政治家であったり、まあそもそも当たり前のことです。要は事実を正しく真実を見抜けることができなければ、その後むちゃくちゃになるでしょ。不倫してる人に対して不倫してないという前提でやったら、それは答え変わってきますよ。事実を客観的に取り入れることができず、自分にとって都合のいい事実を入れていく人たちなんです。それがこの兵庫県の県議会議員の、多くの県議会議員の正体、実態であることが分かりました。あまりにもレベルが低いです。そりゃそうですよね。おじいちゃんもう70歳とか60歳のおじいちゃんがろくに法律の勉強もせずにふんずり返ってきたんだから、この20年間斉藤さんになる前、びっくりするレベルですよこれ。平気でマスコミに脅されたらマスコミに従わざるを得なかったから、皆さん僕を許してくださいって動画を出して、それで正義だと思ってるんですよ。マスコミが強いことを自民党の県議会議員が YouTube で認めている。で抗ったらどうなるのか、抗えばいいじゃん。自民党の先生たちが集団で YouTube を作るなり、たくさんの政党助成金ももらってるわけですから、テレビ CM を打つなり、テレビが拒否するなら YouTube 広告を打つなり、いくらでも真実の発信ができるのに、この自民党の県議はメディアには抗えないって自白しとる。恐ろしいことですよ。というかもうあまりにも幼稚すぎるレベル。斉藤さんは、斉藤前知事はそういう人たちと議論をしてきた。それは噛み合わないですよ。東大卒の人と小学生ぐらいの知識の人が戦ったら勝つのは東大、知識で言えばね。でもこの小学生レベルの人たちが集団で幼稚な嘘を作ってばらまいて一人の知事をいじめたんですよ。この人が普通に政治をすると、改革をすると自分たちのバカさ加減がバレるって、そういう単純な構造ですよ今回のこの兵庫県の問題で。これまではテレビや新聞が皆さんを洗脳してきた。僕も洗脳された一人ですよ。ところがやっぱり頭のいい YouTuber、SNS を発信してる人がやっぱりおかしいっていうことで、ポツ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 と真実を発信しだした。で僕もおかしいなと思って気づいたのは、まだ1ヶ月も経ってないですよ。僕がこれは斉藤さんに申し訳ないと思ったのは、まだ2週間ちょっと前ですよ。調べ出したらまだ2週間ちょっと前なんです。でも調べて確信しましたね。兵庫県の
この県議会議員86名、私利私欲の塊ですよ。だって言ってることが明らかにおかしいでしょ。あ、ごめんなさい、これなんかなってる。本土、つまり本来行うべき行為を知っておきながらマスコミに広められるのが嫌だから、12月に百条委員会の結果が出てから不信任案を出すことが本道だと言っているにもかかわらず、自分が次の選挙で当選できなくなるとか、選挙で自民党が選挙で負けてしまうから本道を曲げる、信念を曲げる、それを自らの YouTube で自白し、許してください、僕たちはマスコミに勝てませんと。ある意味可愛いですけどね、この永瀬たけしさんは。僕がずっと言ってるでしょ、テレビは国民を洗脳する装置であり、テレビは核兵器に勝る武器なんです。自民党の中の人たちもそれ分かってるんですよ。テレビや新聞に逆らったら自民党が選挙で勝てなくなる。だからそこは抗わない。彼らはそれが正義だと思ってるんですよ。マスコミには逆らわない。逆らわなければ自民党が政権を取れる。それが県民国民の幸せだと彼らは思っているからマスコミに従うんです。でも今回ね、こうやって明らかになってきたでしょ。僕がもし一つでも嘘をついてるなら片山知事のようにね、副知事のようにすぐに来るでしょ。朝日新聞は今ここで、まさにこの場所で、僕は杉山茜記者にあの音声データ送りましたからね。ちゃんと LINE 残ってますから。その時になぜこれを報道しないんですかって、今送ったじゃん。10月25日の百条委員会の情報というのは選挙前に皆さんに知ってもらわなきゃいけない情報ですよねって言ったら、彼女は裏が取れないからだって言う。裏取るのがあなたたちの仕事じゃないんですか。裏取りをするのが記者の仕事でしょ。噂が来て、その噂が真実かどうかを外に出さずに取材していくのが記者の仕事であり、裏取りができたら報道する、裏取りができなくてもこういう可能性があると報道するのがメディアの役割じゃないですか。知事がパワハラをした可能性があると報道し続け、可能性があるという部分を小さいトーンで言ったから斉藤前知事はパワハラをしてたと洗脳されたんですよね。皆さん洗脳されたんでしょ。そこで一回僕は洗脳されましたよ。そうですよね、パワハラおねだりをした知事だって。彼らはそこは言葉巧みに洗脳してくるんですよ。そして斉藤さんのパワハラによって県民局長が自殺をしたという印象を与えている。悪質ですよ。僕だってそうですよ。最近付きまといをして書類送検された。いや、もう本当悪人ですよ。あれだけ見てたら、なんか全然知らん女の子ずーっとなんか四六時中つけてつけようってストーカーみたいなことして警察に書類送検されたという印象操作されてるでしょ。皆さんもそう思ったでしょ。立花はなんかストーカーしてると思った人どれがいます。思ってないですか。思った人は謝ってください。心の中でいいです。